ほう、久保建英さん、めちゃくちゃすごいことしてるのに異常に過小評価されてしまう。21歳でリーガ100試合出場、3位のチームで不動のスタメン、なんでこれで叩かれてるんや。日本人で他に誰ができんねん。三笘と比べたらね。現在バルセロナとレアルに次ぐ3位のチームで2ゴール5アシスト、すごくない？これできる日本人が何人いんのよ。三笘なんて21歳の頃大学生やで。負けを評価してないの日本人だけだよ。そもそもリーガは日本人にとって魔境で、かろうじて通用したのが歴代でも居抜いくらいだからな。息子にがレアルと騒ぎすぎたね。歩んでるキャリアは日本人としてはスーパーエリートやけど、レアルやないと満足されない選手になってしもうたね。当時信者がバロンドール有力とかほざいてて頭おかしいと思ったね。ワールドカップで活躍しないのが悪いわ。リーガレアルでポジション争いに負けた印象が強い。オールハイライトぐらいしか見ないやつが多いからじゃね。現地ではめっちゃ評価されとるからセーフ。日本人がサッカー見る目ないだけや。相手の人は噂程度しか知らんから、ソシエダの試合なんて見ないだろうし。ジョルカの時の方がすごかったよな。世界間の日本人海外リーガーようやりすぎてるわ。冨安はプレミア首位、ブライトン好調でスタメン三笘、リーガ3位久保、他の人たちもようやっとるわマジで。代表で点取らないと評価されないよ、素人には。ちゃんでめさくさ叩かれがちなのは、中年男が多いからかね。三笘もすごいし、久保もいい。それでいいと思うんだけど、他もな。三笘は完全に違いを作れてるからな。あのドリブルはマジですごいわ。一般人だけじゃなくメディア側の注目も完全に三笘やもんな。高校サッカー決勝スレで久保はもう J リーグ出てた聞いて、やっぱとんでもねえな思った。久保が過小評価されてるのは久保のせいじゃなくて、久保を過剰に持ち上げすぎてた奴らのせいだろ。ヘイト買いすぎた。代表で結果出さない限り、いくらリーガで結果を出してもこのままだろ。本田圭佑が、若い目は潰さないように長い目で見た方がいいと言ってたように、これからの約10年、久保建英のキャリアを楽しんでいきたい。